皆さん、こんにちは。山形大学労働コンクール学生サポーターの関田です。まず、この動画にアクセスしていただき、ありがとうございます。今回は、コンクールの内容と応募について、使用人物の説明、課題である知恵故障についての説明、朗読の注意点、再度、応募についてという順番で説明させていただきます。まず、コンクールについて説明します。 山形大学高校生労働コンクールは、東北に住んでいるまたは東北の学校に通っている高校生を対象とした朗読コンクールです。応募していただく方には、課題文を朗読した音読データを Web または郵送で提出していただき、それを審査させていただきます。応募については動画の最後に再度確認させていただきます。まず、課題文の紹介です。課題文は知恵故障です。 次に主要人物の紹介に移ります主要人物は作者である高村光太郎と妻の千恵子の2人です。高村光太郎は1883年東京・下谷に彫刻家の高村光雲の子供として生まれました。幼い頃から光太郎は木彫技法を学び1902年には現在の東京芸術大学である東京美術学校彫刻家を卒業しています。 ハイハイ的な生活を送っていた幸太郎ですが、チエコとの出会いによって救われます。チエコは1886年に福島県の長沼家に生まれ、東京の日本女子大学に進学し、美術を学びました。美術を学び、女性差別をなくすための雑誌、政党の表紙を書くなど、当時としては新しい女性でした。1904年には幸太郎とチエコの生活が始まります。 しかし、チ恵コは、繊細な気質や、実家の破産などの状況もあって、思い悩み、心を病んでしまいました。1938年、チ恵コは亡くなってしまいました。コ太タロウは、その後、チ恵コとの生活を視や三分に記し、1956年に亡くなりました。次に、課題であるチ恵コ賞についての説明に移ります。チ恵コ賞は、1941年に刊行されたコ太タロウが、 チ恵コの死を忍び、作成した詩集です。詩集には、孝太郎がチ恵コと出会った時から、死別する時までの30年間にわたって、孝太郎が書いた詩が収録されていて、孝太郎が持ったチ恵コへの様々な思いが綴られています。その中でも朗読していただく文章は、作品の中間部に位置していて、詩集の中で唯一の3文となっています。そのうち課題文は、 主に故郷の空を見ることができない千恵子への悲しみと嘆き、そして様々な活動に没頭することでその空白を埋めようとする千恵子の姿に焦点を当てています。また、東京には空がないという千恵子の独特な考えが印象的な詩も含まれています。最愛の人を懐かしむ気持ちは現代にも通じるものがあり、チ恵子賞は現代まで読み継がれてきた名作です。 次に、朗読上の注意です。知恵子章は古い作品なので、現代と違う読み方をする箇所がしばしばありますが、現代の読み方に合わせて読んでください。また、知恵子の空への思いや、高太郎の知恵子への思いを想像して読むといいかもしれません。最後に、応募方法の確認です。山形大学朗読コンクールは、東北6県に在住。 または通学している高校生を対象としたコンクールとなっています。応募していただく方には、課題文を朗読した音声ファイルを Web または郵送で提出していただきます。締め切りは6月23日です。詳細は概要欄の PDF からご覧ください。最後までこの動画を見ていただきありがとうございました。ぜひコンクールに参加していただけると嬉しいです。 皆さんの応募お待ちしています。最後にこちらが出店となっております。